はい、どうも今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、今日はまた、2回目、はい、イタさんに来てもらいました、はい、ありがとうございました。今日もいい感じでしたね。はい、はい、やりきった感じが、ね、1曲目、僕も大好きなそうマイルドライフ、あれをちょっともうかけたくてなんか、ね、うん、もうコロナなかったらね、多分来日してる頃でしょうけど ね、あれライブで見れたらすごいね、いいよね、最高っすよね、うん、メルボルン行きたいみたいなね。いや本当ここ何年かで買ったアルバムの中で全部かっこいいからね、全部かっこいいっすよね、かっこいい、うん、でもあの曲がやっぱズバ抜けて、やっぱりなんかイントロから ね同じループなんだけど、まあなんかこの人たちサイケデリックだなと思って、ね、うん、だいぶドリーミーでサイケデリックですよ ね、うん、今のバンドにしたよ ね、でもかっこいいし踊れるからね、ね、うん、バンドをねライブで見たいですね、ね、見たいですね、うん、まあその1曲目からの、はい、はい、今日はスタートでした。そこからねどうしようって考えてたからなんかすいません、いろんなとこに行っちゃったような気がするんだけど、まあでもかけたいなってやつを、うん、結構わーって並べたらすごい時間になっちゃったんで、うん、まあその中で50時間でしたっけ、これ50時間ぐらいだったからこれちょっと無理だなと思って、ちょっといろいろ絞って、はい、やっぱりね踊れる方がいいなと思ったから、うん、今日はちゃんと4つ打ってるやつとか、うん、ビートに乗せれるやつをちょっと選んでみようかなと思って、はい、やらせてもらいました。なんかコンパクトでね、80分ぐらいのいい、ね、うん、ミックスだったと思います。まあなんかでもそれくらいの方が音だけで、前やった時のデータ、音データをミックスクラウドに、ね、うん、上げていただいてたりとか、はい、あれもやっぱ2時間聞くのって、うん、なかなかこう体力がいるっていうか、聞く方もちゃんとカチッとね聞くのはね、なんか1時間からまあマックス1時間半ぐらいが聞くだったらいいのかなっていうのと、うん、あと絵的にもね、なんかすげえいろいろなんかミックスとかスクラッチするってわけじゃないから、はいはい、なんかその方が自分がなんか人の聞くときってそれくらいだったらまるっと聞いて、うん、酒飲みながら、おわなんかやっぱかっこいいみたいな、うんうんうん、いうのが多いから、はい、ちょうどなんか良かったかなっていう気が、そうそう、ちょうどね、うん、もう一杯って言いたいぐらいの長さでしたね、うん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 、次が欲しくなる、ちょっと次はなんか、はい、どっかね回してる時に聞きに来てほしいですよ ね、そうですね、パーティーとかね、うん、野外とかでね遊びたいですね、野外遊びたい ね、まあ今でも結構みんなやってるけどね、うん、うん、やってるけど、ちょっとまあ今いろいろ世間的にはね、ちょっとそうね、会社のこととかもあると今あんま行きづらい、かなり風当たりが強いですからね、辛いね、はい、うん、でもね音やってる人たちはやんないとやっぱ大変だと思うから、そうですね、うん、いや、あのやってる人たちは応援してるし、あのすごいリスペクトしてます本当に、うんうん、はい、はい、フカトロニック TV もそういう人たちをバシバシ応援していきたいと思いますんで、そうですね、はい、はい、これからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、イタさんでした、お疲れ様です。